はい、ありがとうございます。先ほどまではハチドリプロジェクトとしての初めて学校を建設したっていう部分、いろんな葛藤もあったと思うんですけど、そこのお話をお伺いしたんですけど、この動画では今何しているのかっていう部分含めてちょっとお伺いしたいなと思ってまして、もともとは任意団体として建てて、それで学校を建設したわけですよね。そこから今って NPO 法人になってるわけじゃないですか、はい、なんで任意団体から NPO 法人にしたのかっていうところからちょっとお聞きしたいなと思ってて、はい、そこって何かあったんですか？学校建てた後に開校式っていうのを半年後に行うことになったんですね、はいはいはい、カンボジアのちょうどその当時の入学式が9月だったので、その別れた仲間たちと9月に再会しようって言って開校式をしたわけなんですけども、うん、半年後に村に行ったら、うん、その時一緒に活動してくれてた先生とか何人かの子供たちが村からいなくなっていて、なんでって聞いたら、お金がないからタイに出稼ぎに行っちゃってたって聞いて、ね、学校建てても学校に通えないんだってその時知ったんですね。なるほど、そういうことですね。だからもともとは学校を建てることができれば、それで教育が充実して、もともと売春とか女性問題みたいなところは解消していくだろうと思ってたものが、実際現状を見てみるとそことはまだギャップがあったと。これはすごい物語ですね。そうですね、ショックで、うん、それで働く場所がないからいけないんだなと思って、村に働く場所があればいいと思い、はい、教育支援のための就労支援活動をしようっていうことで、そうすると継続的な支援が必要になるから、うん、きちんとした法人にしなきゃいけないなっていうことで、任意団体から NPO 法人にしたのが2013年の11月ですね、はいはい、それで就労支援に事業として振り切っていくわけですよね、はい、どういうアプローチでそれやっていったんですか？実は学校を建ててる時から就労支援は必要かもって実は思ってたんですね。あ、そうなんですね。はい、何のために学校行くんだろうって考えると、働くためじゃないかなって。人間って生きていく中で働いて自分の価値を労働として提供してお金をもらう、そのために学んだことを生かすのかなって思っていて、なので学校行った子がその先につながるような就労支援はないかなって実は考えていて、ずっと調べてたんですよ、はいはいはい、でも本当にやるかどうかは自分の中では固まってなくて、でその開校式に行って現実を見て就労支援しなきゃって思ったんですね。なので実は 3,4 年ずっと考えていて、で私が選んだのは紙でした。紙？カンボジアの綿と井戸水から紙を作ろうということで、紙を作る就労支援活動を始めました。紙のイメージが全くつかなくて、紙って何ですか？いろんな、それでまた調べたんですよ私は、世の中の就労支援を、はい、そしたらアフリカでバナナの茎から紙を作ってるバナナペーパーのプロジェクトを知って、そんなのあったの？でカンボジアにもバナナあるから紙作れないかなと思ったんですよ、はいはい、それで村に行ったら、村のバナナの茎は細かく砕いて飼料にしてたんですよ。なるほど。豚とかの食べるように、はい、でこの村ではいらないものではないと、多分アフリカはどんどん育ってて廃棄するの大変なぐらいだからいい循環になってたけども、この村に紙は合わないなと思ったんですね。でも気持ちはもう紙になってしまったので、はいはい、日本三大和紙の旅に出かけて、はい、越前和紙、箕面和紙、そして高知の土佐和紙の見学をしてはいはい、はい、で土佐和紙の紙の今ハチドリプロジェクトの師匠でロギールっていうオランダ人がいるんですけど、彼が高知で土佐和紙の匠の人っていうのに選ばれていて、オランダ人の方が、そうなんですよ。日本の紙が素敵で日本にやってきて、日本人の方と結婚して高知の山の奥で無農薬で紙の原料とか作ってるんですね。どういうこと？そうなんですね。でその最後の旅でロギールのところに行って、うん、植物だったら何でも作れるよって言って、はい、植物見ておいでって言われたら、カンボジアで高さ10メートルぐらいの木があるんですよ、うん、その木から実がなって、それがパカって割れて綿がパワパワって飛ぶんですよね。この綿で紙になるんじゃないかと思ったんですよ、はい、っていうのはそのロギールがオランダではコットンペーパーを作ってた職人だったんですよ。なるほどね。それでカンボジアのコットンから紙を作ろうっていうことで紙の産業を、ですぐロギールにメールして、じゃあ綿を送りなさいって言われてすぐ送って、うん、ただロギールが綿でできた紙を写真で送ってくれて、はい、でそれから3日間ぐらいかな、うん、教えてもらいに行って、はい、そんなことできる？それで NPO にしてボランティアでやってくれるスタッフを見つけて、その子にも行ってもらって、うん、修行してもらって、はい、紙が作れるようになって、はい、カンボジアで紙作り始めました。どういうこと？もう斬新すぎてやばいですね。ちなみにそれ1枚で売るんですか、それともノートにする場合もあるんですか？本当はいろんなこと考えたんですけど、はい、気候とその綿があんまりマッチしなかった
たので、きちんと紙ができなくて今はがきサイズと名刺サイズしか作ってないです。あ、そうなんですね。でそれをポストカードにしたり、あとカレンダーにして卓上カレンダーで販売してます。なるほど。それは現地もあるし日本でも売っていると。はい。あ、じゃあそれはハチドリプロジェクトの EC サイトとかでも売ってるんですか。はい。なるほどね、そういうことだったのか。すげえな。ありがとうございます。はい、ちょっといろいろ事業内容聞いちゃったんですけど、ここからはちょっと視点変えてお聞きしたいなと思って、はい、一番最初にハチドリプロジェクトをやったっていうのって何年でしたっけ。2011年ですね。2011年ですよね、はい、今ずっと続いてるわけですよね。だから11年ぐらいやってるわけですよね。もともと任意団体でやりました。160万集めるの大変だったんですよね。でも NPO 法人になりました。そこからは支援者に対してのアプローチとかは任意団体よりも楽になったんですかね。最初、就労支援するのに、スタッフをボランティアでお願いしたんですね。なるほど。飛行機代も上げずに、続かないじゃないですか、すると、団体としてバイクを買ってアパート代を払うぐらいのところから、後で飛行機代をちゃんとお金を貯めて後出ししてって言って、で今はちゃんと給料制もきちんとその後確立していって、徐々にきちんとお金を払える団体になったんですけど、最初は全然ないので、いきなりそこに持っていけると思ってなくて、最初本当にみんなに協力してもらってやってました。なるほどね。はい。まあ、これは難しいですよね。そうですね。その支援を募るのが、学校建てますって言うとお金は正直集まりやすいですね。だけど就労支援のためにスタッフにかかるお金、旅費とかっていうのはいわゆる活動費になるんですけど、はい、活動費にどうしてもお金がかかってしまうので、はい、そのための支援をどう募るかっていうのが大変ですね。これは大変だもんね。常に大変ですね。なるほど。だってその支援者のもらったお金っていうのは基本的に人件費ではなくて、現地の人たちのために使ってもらうっていうのを目的にしている部分もあるじゃないですか。ここの齟齬はやっぱり難しいですよね。そうですね。でもそうじゃないと続けれないので、それをきちんと伝えていって、最初は私は旅費は自分で払ってますっていう伝え方をしてました。実際払ってたので。でもやっと自分の旅費を団体のお金で出せるようになっていって、ちょっとずつ健全な。なるほど。ちなみに10年やって正直めちゃくちゃ辛いこともあったと思うんですよ。一番辛かったことって何ですか。従業員がゼロになった時ですね。カンボジアで雇ってた従業員たちが最初なかなか働いてくれなくて、1人2人3人4人って増やしていって、6、7人ぐらいいた時に突然全員辞めてゼロになって、教えた技術がまたゼロに戻っちゃうんですよね。また一から教えなきゃいけない、日本人のスタッフの苦労を思うと、でスタッフが私に伝えなきゃいけない切なさも思うと、すごい言いづらかったと思うんですね。彼女が悪いわけじゃなく、多分今思うと私の仕組みの作り方が良くなかったんだなと思うんですけども、それを20代の若いスタッフに任せてたので、いろんなことがグッてきましたね。まあでもそんなこともありつつ続けていくわけじゃないですか、はい、で今も続いてるわけで、今後宮田さんとしてはどういうことをやっていきたいですか。ハチドリプロジェクトは、はい、村が自立することを目標として活動している団体なので、社会課題を解決するために団体ってあるわけじゃないですか、一番いいのはその社会課題がなくなることですよね、ということは団体が必要なくなることが一番いいということで、撤退を目標にしています。あ、そういうことですね、はい、あるべきは別に宮田さんの団体がいなくても自分たちが継続して運用できるような状態になっていること、はい、もしくは自立できること、はい、これが最終的なゴールだから、はい、それが自分たちが撤退できることっていうところが最終的なゴールと。そうです。なるほど。あとそれにどれぐらいかかりそうですか。最初10年で決めてたんですけども、はい、もう10年経っちゃってますからね。じゃ NPO からの10年なんで、今9期目なんです。やばい、来年だ。9期経っちゃったんで、はい、あと1年なんですけど、コロナでちょっとやっぱり停滞しちゃったんですね。それでまた改めて2028年っていう目標を掲げてます、うん、いやすごいわ。そこまでちゃんと先を見越してるんですね。そうですね。そのために今現地のスタッフはもう数年前からいない状態で、私と村の授業員たちはオンラインで、あと仲介にたまに現地のカンボジア人の人にちょっとサポート入ってもらうような形を取りつつ、一番の大変な販売っていうところが、カンボジアのシムリアップでお店を持って販売したかったんですけど、コロナでお客さんゼロになっちゃったので、
なので今室蘭でお店を立ち上げてカンボジアの商品を買い取る形で販売するという形で自立支援を今2028年目標に続けてます。じゃあもう買い取りで向こうで作ってもらったものに関してはこっちでもらうと。そうですね、あとうちだけじゃない形も取れるような人材を育てていくっていうところが。なるほど、だから別のところに買い取りとか、はい、そうですね、雑貨屋さんとかにも置いてもらえるような形にして。そうですね、あとやっぱりシェムリアップの街がもうちょっとお客さんが戻ってきたら2028年には戻ってくると思う。それまでにお店を持って自分たちの村の人たちがシェムリアップのショップで働いて自分の村のものを売っていくような形を取れたらいいなと思ってます。そういうことですね、はい、なるほど、ありがとうございます。まあ、っていうところですね、今回は国際協力の中でも、まあ、NPO として一貫してカンボジアの教育支援だったりだとか就労支援っていうところをやられている宮地さんにお越しいただきました。はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。